皆さんこんばんは。今日から服の上から腕時計をつけたらかっこいいかなと思ってつけてみたものの、ちょっとこれダサいのかなって不安になってる元男の子の青木かなんと、草むらかき分けたらいそうな渡るです。最近何なのあのコメント欄。いや、めちゃくちゃ嬉しいよね。いじってもらえるって幸せで。でもさ、下ネタいじる多くない？こっち亀とか。いや、めちゃくちゃ楽しい大喜利ありがとうございます。で、今回ですね、はい、お前また寿司かみたいな。確かに今回この銀の皿さんですね、はい、あの1万円分のお寿司を用意しました。50貫なんですけども、こちらです。サドンデス、ルーレット、サイコロ出た目の数でこっから調味料を選んで食べなきゃいけない寿司大食い。こちらに6つの調味料、まあ5種類なんですけども、デスソース、ニンニクのタレ、わさび、唐辛子味噌、王道の醤油で、またここにわさびっていう感じなんですけど、お互い交互にスマホのアプリで1ってことはデスソースを食べなければいけないってことです。うわ、1やだね。罰ゲーム系な調味料は1番、3番と6番でございます、うん、ニンニクのタレと唐辛子味噌、うん、これは意外と合うんじゃないのかなっていうのはちょっとチョイスした。楽しみだ。本来ならこれ単体で食べないしね。そう、一緒にここ混ぜて食べるから、ね、そう。これは本当にもうがっつりつけて食べてもらうって感じです。まあただ辛いものには強いですから、うん、青木かの僕も強いです。じゃんけんぽい、先行でいただきます。いただきます。いきますよ。うっ、お2、ニンニクだれ。え、醤油ないどうしようってパニックってことない？ある。その時に代用できるかもしれないから、視聴者さんにも参考に、もし美味しかったらしてくださいね。サーモンからいきますよ。ちょんってつけて、はいはいはい、そんなもんでしょ。色合いはいいよね。ほら美味しい。うん、ニンニクの味が意外とその魚っぽさを消してくれる。なんか甘い部分がいい感じで出してくれてる。じゃあ次、わたるくん5を出したいと思います。はい。お、6。まあこんなもんですかね。いやいや、おかしいでしょ。美味しく食べましょうって企画じゃないの。違う。あ、違う。こんなもん。そうでしょ、当たり前じゃないですか。これなら許していただける。うん、醤油つけないってのはかわいそうです。じゃあいただきます。うんって言ってる。服ない、部屋から汗が出てくる。2、またいきますね。まあ普通に美味しいと。3。そんなにわさび食べたいの？これ俺のスマホなんだけど、言うこと聞いてくんねえや。エロ動画ばっか見てるから。なるほどね。そう、え、見る？正直。え、え、そんなん見ないよ。うわー、てか汗がすごいな、いろんな意味で。顔がテカってきて、男優っぽくなってるよ。大喜利されちゃう、また大喜利されちゃう。ちなみにあのネタ全部ね、携帯で面白いやつメモってるんでね。いや、気持ち悪い。今度使おうと思って。じゃあ、タコいきます。はい、タコみたいな顔しやがって。こんなもん。あ、許すかね。許す。うん、うん、いい、なんで。うん、いいよ、いいよ。コカ・コーラのストロベリー。あ、早くね。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。うん、いちごの味だ。あ、すっごいいちご。栃木県民だから。そうか、美味しいわ。はい、あ、なんかいいのばっか食べてんね。大エビちゃんをいきますよ。あ、いいですね。唐辛子味噌、もうシンプルに美味しそうなのね、これ。うん、美味しい。ちょっとね、ピリ辛なの。これがなんかわさびの代わりになるかもしれない。ちょいと合うと思う。美味しい。5。おお、醤油だ。よっしゃ、ネギトロで。いや、好きなんだよね、ネギトロみたいな髪型しやがって。あー、気持ちいい。いや、気持ちいい。じゃあ私もそろそろ醤油で食べるかな。え、ちょっと待って、これ動画にならないよね、逆に。フグ田君、穴子行くよ。もう見た目ルックス変わってないですから。いや、めっちゃ美味しいです。あ、これやばい、一番合う、これに。むしろ醤油よりこっち。なんか新しい発見があって面白いな。ね、お、イエーイ。じゃあマグロいただきます。3。うわ、最高。いや、辛そうだな。頑張って食べよう。おお、すごいね、行くね。さすが。楽勝だよ、こんなの。お、頭痛くなる。やばい、やばい、二度食べたくない。に、おお、じゃあ、ふぐ田くん食べるか。うん、全然似てないね、死んじゃえばいいのに。この
テリテリエロスティックぐらい具合ちょっと見せて、うん、カメラに。はいはい。なんか焼肉だわ。でも美味しいでしょ。レウタ君と合うわ。あ、全然似てないです。気持ち悪いです。さあ本当に。うちね、お父さんとね、昔寿司屋に行った時に、お前とは寿司屋行きたくないんだって言われたの。いいお寿司屋さん行った時に、店員さんにサビ抜きですっていうのがすっごい恥ずかしいらしい。この前一緒にさ、寿司三昧か、寿司三昧行ったね。シートにね、そうそうそう、書くんだよね。そう、サビ抜きチェックするじゃん。店員さん、あ、サビ抜きで大丈夫ですかって。うん、めっちゃ恥ずかしいんですけど。法廷で会うことになりますよ、本当に。寿司三昧対青木君。おう、うん、うわっ。うん、じゃあ次お願いします。禁止じゃん。もう帰って。ダメ。5。何なの本当に。いやー、美味しいなお寿司ね。うん、トロ行きまーす。うわじゃねえよ。油の乗りがすっごい。2。おお。ちょっといくら行ってみようか。いくらなんでもさ、これさ、合うでしょ。見た目は全然いいけどね。反発しちゃってんね。しょっぱいしょっぱいだから。違うしょっぱい醤油とは違って。デスソースいけ。5。え、やらせだろ。いきまーす。4。4。あ、びっくり。お腹が痛いんですよ。激辛料理食べた後のお腹の痛み。あー、痛いね。やばいよ、ほんとに。どう、美味しい。うん、うまっ。ポン酢ジュレの炙りエビですね。はい。美味しい。幸せ。幸せね。いや、シャーウエストみたいな。ほんとにあれ、ポコチン好きだな。6! いけた。1出ないね。サドンデスソース。ほんとさ、余計なこと言わないで。どうぞ。こういう時だけ持って、聞かしやがって。うわっ。いや、結構ね、それでもマジできついからね。もうなんで最初に言ってよ。あ、はい。もういった。うわっ。合いません。やばい。2。まあ。ド M なの。ド M です。夜はド S みたいな。ああ、なるほどね。いや、うん、ほんと食べのこれ、これ一皿チューブ一本なんで、これがもうなくなるっていうこのスピードね。もう許してよ。画面で見るのと生で見る違うの。うん、はい、2。卵とこれあん決まってんじゃん。ほーら、美味しい。主張が強すぎる。卵も味濃いし、うん、俺も味濃いから、いい勉強になりますね。お、来た来た。めっちゃ嬉しい。やば。目が輝いたチワワみたい。大トロですよ。大トロ、そうですね。うん。法廷で次会います。違う、次会う時は法廷です。わさびっち。わさびっち、なんでそういう単語知ってんの。遊んでんな、意外と。遊んでません。上着したら晒しますから、もうネットのおもちゃにしますよ。もう今すでにネットのおもちゃと化してますけども、コメント欄がね、こち亀とか、うん、死刑執行前日に夢を語ってそうとかね、チャック全開でとかね。ほんと面白い。元気出るもんね。あの、センスあるよね。どういう顔であれを文章売ってるか見たいの。多分なんかめっちゃ考えてるんでしょ。56とかいっぱいありそうだよね。ほんとにネギトロみたいな顔しやってよ。さっき頭だったぞ。うわぁ、かわいそうに。もう鼻回すやばいよ。もうやばいよ、だってお腹がもううちもうキリキリしてるもん。一旦さ、いいんじゃない。普通に会話してるのも見たいって思ってくださる方もいるかもしれないし。いや、普通に食べます。普通に。いいの？それで。これで怒られたら次回一学は全うしてやる。わかりました。いい、あ、じゃあ、あのいただきます。おお勢いがすごい。いいの本当に。じゃあ普通にね。手動握ってすみません。なんか YouTube やってて、意外とこんなのがあるんだなって気づいたことある。なんか YouTuber の彼女と付き合ってみたいな、うん、あ、いやでもなんか一つ一つの動画に対してもう妥協せずに、面白いようなコンテンツ動画作ろうよみたいな姿勢がほんとすごいと思う。普段全然褒めてくれないのに
前視聴者さんに一人で旅プチ旅みたいな感じの動画を出した時に、うん、なんでかのんちゃん一駅分しか新幹線乗らないのにわざわざお金出して乗るのみたいな、うん、もったいなくて普通の電車で行けばいいじゃんって言われたの、うん、でもなんか自分的には新幹線乗るってさめっちゃワクワクしないするなんか空港行ったりとかする時もさ楽しいよ、ね、見送りなのにさ自分旅行気分になれるじゃん、うん、なんか旅の楽しさってなんかそこでもあるのかなと思ってて YouTube で10秒だってだけかもしれないけど視聴者さんが少しでも楽しんでもらえるんだったらいいかなみたいなエビエビエビビエでもなんかうちちょっと悲しいのがたまにコメント欄でわたるくんがそのひもなんじゃないのみたいなあたまにコメントあるからなるほど、ね、そんなことないんだよみたいなしょうがないと思うそれはちょっとネットで知られてるから近づいてきたんだみたいなそもそも知らなかったようちが YouTuber やってたのって、うん、最初はね久しぶりにね再会して なんかいいな、お互いじゃあ付き合うみたいな感じの流れじゃん。まあ全くね、そういうのないんですよ。僕のことって詳しく何か話してるとかって今のところないじゃん。うん、だからそういうふうに思われてもしょうがないかなってのはあるんで、うん、まあ、もしどっかタイミングで話せてたらなって思います。ストリップ小屋で働いてるでしょ。ストリップって何？裸になってポニーああ、こうやって俺が脱いでこうやってウェーイってやってんの。やばいでしょ。需要ないよ。あるよ、ペチペチダンス。裸になってペチンペチン自分で当てんの、ポカチンは。大丈夫それ。わかんない、わかんない。いつも楽しそうだよね、そのペチペチ系とか。うん、楽しい。やべえカップルだ。オートロガハミングしてんの。あ、こっちから聞こえてんのね。閉めた今。噛んだ瞬間閉めた。そう。鮮度やばいね。ちょっと濡れちゃうけどごめんね。閉めた。ありがとう、来世で会おうね。待ってる。じゃあそろそろ閉める。そっちの閉めるね、今度は。これはね、あの後で二人でゆっくり。ゲップ聞いたな。え、今ゲップ聞いたの。いや、今に始まったことじゃない。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。ありがとうございます。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。楽しいコメントまた待ってます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。